はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。じゃーん。はい、これはご存知でしょうか。というか、まあ別にね、知らなくても何かわかると思います。100万円貯まるバンク、貯金箱ですね。はい、今どれぐらいかというと、ちょっとわかんないですね。まだまだ、まだまだですね。まだまだな状況ではあるんですが、実はこの前身でですね、今なんか用具箱になってますけども、30万円貯める貯金箱を以前やって、30万円実際貯めたことがあるんですね。大体31、2万ぐらいだったと思うんですよね、これマックスで入って。でこれ見たらさ、結構でかいんだなって、こっちがね。でこれが意外と小さいんだなってことが分かったわけですよ。でこれも僕は実際こう100円玉ポンポン入れてる中で、すげえなんかね、たくさんあるなってイメージがあったんだけども、100万円のやつはなかなかさすがにね、でかいと思って、まあ、3分の1ぐらいかなと思います。だからペースとしては1年か2年で、1年で10万とか20万かな、ね、まあそれぐらいでしょうか。だからこれ100万円貯まるのいつになるか分かりませんけども、僕は100万円貯めるのすごい楽しみにしていまして、お釣りなんかも500円玉で積極的にもらってますし、あとセミナーなんかに行くと本をね、1500円の本を売りますが、その時に1500円ちょっきりでいただけると非常に嬉しいわけですね。で1回まあ出張行って帰ってくると、500円玉が10枚とか20枚とかでジャラジャラでできるわけでしょ。でポン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 と入れていくのがですね、まあ非常に楽しいわけなんですよ。でこれはですね、実はね、開運で金運アップのグッズだというふうにも僕は考えてるわけですね。というのはですね、これを、まあ、実際100万円貯まったらね、すげえ嬉しいしさ、まあ、きっと僕だったら旅行に使うか、ジャズの CD を作るか、まあ自分楽しいことにね、多分使うと思うんですけども、ね、それをね、なんかあぶく銭みたいなもんじゃないですか。まあ実際に違うわけだけどもね、実際その500円で済むものをさ、1000円払って500円もらってこう入れてるだけですから、ね、別にアップクスでも何でもない自分のもうちゃんとした、ね、お金ではあるんですけれども、でもね、それが例えば100万円貯まっちゃったらさ、うわ、すげえ得したっていう気分になるでしょ。でもこれってさ、よく昔タバコ貯金という、僕はタバコ吸わないから分かんないですけども、タバコ吸ってるつもりで500円貯金するって言って、ですげえ貯まるってね。でそれだけね、そのタバコ代にお金かけてんだなって言って、まあ、別に吸わないからね、あれですけども、吸う人はね、まあ、吸わなくなるだけですげえお金貯まるんだろうなと思っちゃったりするわけだけども、まあまあともかくとしてですよ。でこれね、まあ貯めるのすごく楽しいんですよ。でこれ金運グッズなんですね。というのはですね、これ今ね、じゃら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 空白があるんですよね。これ見えないけどね、これぐらいあるでしょ。その空白をね、人間の脳は埋めたくなるという性質が、実はあるわけですよ。でこれどっかの動画でも言ってると思うんだけども、その人間の脳に空白を作って、実現、願望実現する方法っていうのがありますって話でした。それは何かというと質問ですよね。で例えば僕セミナーなんかでも言うんだけどさ、いきなり初めて会った人にさ、あれ、どっかでお会いしましたよねって、あ、そうですかって、いや初めてですけども、いやいや、この間さ、心斎橋にいらっしゃいませんでしたら、いや私心斎橋住んでるというか、まあ、よく行きますけど、あ、やっぱりそうですよね、あ、分かった、あ、ごめんなさい、でもちょっとこれ言うとね、なんか気にするかもしれないから、まあ、その時の ことはちょっと言わないときますね、言ったらさ、え、なんですか、なんですか、めっちゃ気になります、めっちゃ気になりますって言ってさ、空白がガーッできるでしょ。で、これもちろん嘘なんだけどさ、ね、嘘なんだけども、で、後からこれ嘘ですって言うんだけどさ、いや、本当に嘘なんですか、本当に嘘なんですか、いや、なんかすげえ気になるんですけどってね、いつまでも結構しばらく引きずったりするわけだけども、要はその、質問とかさ、なんか空白があると人間の方がすげえ気持ち悪いってなるわけですね。え、どこで震災部どこだったんですか、どういうことですかって言って、で、それをね、埋めるためにさ、潜在意識、要するに脳がですね、ガーッと働き始めるわけですよ。で、その、メカニズムを使ったのが、まあ、質問なわけですね。例えば、ね、100万円貯めるためにはどうすればいいなのかっていうレベルのことをですよ。で、この間心斎橋に会いましたよねっていうレベルと同じぐらいの、その、なんだろう、イライラ感というかさ、ムズムズ感というかさ、気持ち悪い感があるとさ、それ100万円貯まりますよね。だから、そうやって、で100万円を貯めたらどうしようかね、よし、どこそこに行こうとかね、いやもうめっちゃワクワクする、めっちゃワクワクする、ね、でそのためにこれやと思って、でこれ埋めなあかんとね、で埋めるためにはどうすればやめって言ったら、普通のサラリーだけだったらなかなかちょっと足りないこともあるから、じゃあちょっと事業してみようかね、ちょっと副業してみようかと、じゃあ副業するためにどうしたらええやろかって YouTube 見てさ、まあ、誰それさんの副業の YouTube 見て、うわなんかめっちゃええ方書いてるやんけ、めっちゃええ方言ってるやん、俺も試してみよう、私も試してみようって言ってバンってやるとですね、
うわこんだけできましたって結構ありますん で要はですねもうその空白だったり自分のワクワクとかですね衝動だったりですね欲望これエゴって言ってもいいかもしれないけどさそういうのがちゃんと適切にあってその上でその空白をガサーって作ってじゃあそれをするためにどうすればいいんだもう行っても立ってもたまらないって時に脳がですねぐわーって動き始めてそれは自分がその意識でですよ意図しなかったような引き寄せをガーンって持ってきたりするわけですね。それがもうやったら快感なんですよ僕の場合ですね。例えばこの今 YouTube やってますけども最初さね俺 YouTuber ってあのヒカキンとかはじめしゃちょーさんとかさあの柴田さんとかさそれこそすげえ有名と言われてる YouTuber さんがいるじゃないですか。でああいうレベルにならないとお金入ってこないというふうに思ったわけですね。だから僕はそのブログとかねいろいろやってきたけどもあの動画 そのメディアっていうのもちょっと興味があったんで、まあ、むしろいやこれから YouTube やなっていうバックとした思いがあって、まあ、始めたのがあるんだけどもまさか広告収益がですよ月に40万近くね初月から入るなんてことは全然考えてもなかったわけですよ。でそういった意味ではもうガーンってきた感じで、すげえ嬉しいわけですね。その40万ぐらい近く入ってきておそらくこれから僕は動画をアップし続けるたびにその額が増えていくと思うんだけれどもでもそうすると僕のやりたいことがどんどん増えていくわけですね。でやりたいことが増えていくっていうことはもっとやりたいことを生み出すとじゃあもっとやりたいことを実現するためにはもっとその時間とか自由とか人脈が必要になるということで僕の中の空白がぐわーっとできるわけですよ。でこの空白をねバーっと埋めるためにまあそのいろんな引き寄せだったり実際の行動だったりモチベーションが生まれるってことですね。でそういうものを結構シミュレーションしたのが僕はこの銀、あの、100万円貯めるバンクじゃないかなと思います。で、もう一回言うように、ね、これね、今気持ち悪いよ、今ね。もう早くいっぱいにしたいわけ。もうどれぐらいあるんだろうってさ、これいつも見えないんだよね。これも重さ的にこれぐらいか。でもね、これすげえ軽いなって今思ったんだけども、これの時も結構重たくなったんだけどね。で、これがもしこの中入ったらもう30万ぐらい貯まってんのかなって、ね。100万円貯めるどれぐらいのうわーというふうに思っちゃうわけですよね。で、これを埋めるために、俺は、まあ働くんだっていう話だけどさ、まあ別にこれ埋めなくてもさ、まあ、常に僕やりたいことは常にね、マックスでいろいろありますんで、でもそうじゃないね、どっかの動画で言ったと思うんだけども、ね、やりたいことが見つからないんですよっていう人がいれば、そうだ、これやればいいんですよね。やりたいことが分かんない、好きなことが見つからないという人はですよ、これを、Amazon かなんかで多分1000円か2000円かぐらいで売ってたと思いますよね。で、それを買います。で、それをもう埋めることね、これを入れることが、もうやりたいことで、俺それでいいと思うんですね。もう実際にすごい投資家で有名な人いますよね。誰だったかな。BNF さんだったかな。BNF だったと思うんだけども、まあ、短期トレーダーですよね。デイトレーダーみたいな感じで、160万円を数年で、なんか20億とか200億ぐらいにしたっていうね、伝説っていうか、今でももちろんいますけども、BNF さんね。で、あの人はさ、いろいろ批判されることがあって、何をして、なんで批判されるかって言ったら、ずっとパソコンしてさ、デイトレードしてるわけよ。でね、ジェイコムっていうあの株がですね、誤発注したらしいんですよ、証券会社かどっかかですよ。まあちょっと詳しいことは忘れましたけども、誤発注して、その誤発注してありえないようななんかものがガーンってきた瞬間に、大量買いをガーンってかけたらしいんですよね。でもこれまあ誤発注だから、もうそもそもありえないわけですよ。で、ガーってやって、正常に戻した時にガーって全部売ったら、もう一気に何億って儲かったってね。まあ、それで J コム男っていうね、BNF、J コム男で調べると、YouTube の動画もたくさんありますけどね、それ見たら分かる通りさ、もうね、全然顔にね、表情がないんですよ。顔に表情がなくてさ。で、なんかテレビ出てるの見たんだけどさ、楽しみあるんですかって言ったらさ、いや、ないですねって。なんか旅行とか行かないんですかって言ったら、いや、旅行とかしてる暇があったら、パソコン見ていたいですってね。あんまりそれ楽しいと思わないですね。というか旅行行ってる間になんか取引ができないのがちょっと気持ち悪いんですと。もうその間にすごい面白いことがあって相場がガーッと動いてその時に売買できなかったらすごく悔しいじゃないですかとか言うわけですね。じゃあご飯とかどうなんですかって言ったら、いや僕は赤いきつねでいいんですよって毎日赤いきつね食べてるらしいですね。だから結局ねお金全然つかなくて、まあ親のために家買ったり、なんかその100階建てのマンションに住んでるとか、まあそれなりのお金は生活レベルで使ってるらしいんだけども、でもそれでもお金あり余ってたまらないらしいんですよね。じゃあその人は何が楽しいかって言ったら、もうね、お金が入ってくることが楽しいらしいんですよ。で、それ以外に楽しみがあんまりないっていうわけですね。で、表情も何にもないんだけども、でもそれぐらい感情を殺してお金を貯めることにその人生をかけてるってのは、俺はそれはそれですごく尊いし、清いしさ、俺美しいなと思ってみたわけですよ。で、テレビのコメンテーターはさ、あの人は気の毒だってね、世の中ではたくさん楽しいことがたくさんあるのにって思うんだけどさ、でもその人のコメンテーターの楽しいことのドーパミンの総量とですよ、その BNF さんの売買するドーパミンの総量、ドーパミンだけを考えたら、ひょっとしたら BNF さんの方が
俺多いと思うんだよね。で、人生ってドーパミンだからさ、詰まるところですよ、究極的には。どんだけ楽しいことをするかってことだけども、あのデイトレードしてさ、すごい面白い取引をして、そこでバーってね、そのドーパミン出るわけでしょ。まあそれよし悪しあるかもしれないけども、でもその BNF さんの人生にとっては俺それすごい幸せだと思うわけだったらいいじゃないですかとね。世の中にたくさんね、楽しいことがあるしさ、ね、女の子もいるとか、お酒もあるとかさ、ね、キャバクラ行くとかさ、それはそれで一つ楽しみかもしれませんけども、僕もそうだけども、別にそれが楽しいとも全然思わないわけですね。自転車乗ってさ、ね、雨土砂降りの中さ、うわーって言いながら自転車乗って、この瞬間俺は今生きてるよねって思うこと自体が俺楽しいと思うしさ、楽しさっていろいろあるわけですよ。だから僕もそのデイトレとか釣りもゴルフもしませんけれども、もしそれしたところで、それ楽しいなと思ったら、それはそれで楽しいと思うし、でそういう人に対して、そんなこと楽しいんですかっていうことはまずないわけですよ。だからね、もしやりたいことが見つからないときはこれ買いましょうね。でこれ一生懸命入れましょう。で一生懸命入れている中で何かが見つかるかもしれないで、で少なくともこれを買った時点でドカーンと脳内空白ができますん でこれを埋めるためにですよ、あのじゃあどうすればいいんだかっていうにいろいろかかあの働いてきますん で人生変わると思います。でそういう意味ではもう極論かもしれませんけども、この100万円貯めるやつね、一回チャレンジしてみた方がいいかもしれない。でその前にね、あの30万で挑戦しても面白いかもしれないっていうことです。ぜひあのね、これステマでもあの企業案件も何でもありません。たまたまこれさっき目についたからこの話しようと思って取り上げたところです。どうもありがとうございました。